マーク・ダカスコスはアメリカハーイ州ホノルル生まれの映画俳優。母、モリコ・マクベー・マレーは日本人とアイルランド系アメリカ人の根血。父、アル・ダカスコスはスペイン人、中国人、フィリピン人の根血で、生はギリシア系である。エキゾチックな風貌を持ち、それが彼の大きな魅力になっている。母方の祖母は広島出身であり、原爆投下時に、 広島にいた。両親がカンフーの師範だったため、4歳から格闘技を習う。9歳までハワイに住んでいたが、両親が武術指導を考え、ドイツに移住。18歳の時カンフーのヨーロッパ選手権で優勝。その後、僧侶に憧れて台湾に行った。ポートランド州立大学で中国語と演劇を専攻した。サンフランシスコのチャイナタウンを歩いていて、 ウェインワン監督のスタッフにスカウトされ、映画のオーディションを受け、俳優になった。1985年、ディムスムで映画デビュー。テレビドラマ、クロー、天国への階段の主役も務めた。クライング・フリーマンで共演した女優のジュリー・コンドラと結婚。次男・カズメがいる。日本人の血が流れているせいか、日本との関わりも多い。初期の主演作、 ダブルドラゴンは北米で絶大な人気を誇った日本製ゲームが原作であり、映画と同時期にリリースされた同タイトルの対戦型格闘ゲーム版キャラクターは彼をイメージして描かれている。出世作のクライングフリーマンでは加藤雅也と共演している。劇中で日本語を話すシーンがあるが、発音、イントネーションともに完璧で、日本人と変わらないほど流暢に操る。 スパイ N では、藤原の理香と共演している。また、フジテレビ、料理の鉄人の輸入版である、アイアンシェフアメリカにおいては、日本の加賀武史主催の追いという設定で、アメリカ美食アカデミー主催を演じている。ありがとうございます。